東洋大学、京北中学高等学校は、東京都文京区白山2丁目に所在する、私立中学校、高等学校。2015年に、名称を、京北中学校、高等学校から変更した。高等学校では、中学校から入学した、内部進学の生徒と高等学校から入学した、外部進学の生徒との間でクラスを分けている。 井上遠良東洋大学を開校した井上遠良によって1898年に開校した。戦前の一時期には、旧制第一高等学校への進学者数が不立1中や不立4中にに薄白し、改正中学や座部中学などの中堅進学校を上回ることもあった。戦後の1951年に、 東洋大学から分離したものの2011年に学校法人東洋大学と再統合し同学校法人の設置校となった。開校して以来100年以上にわたって男子校であったが2015年に新校舎に移転すると同時に男女教学となった。2015年度の新校舎移転に伴い伝,い伝統的な部活の廃部や 国際化に向けた新部の創設などが多く行われた。バスケットボールが1973年2013年のインターハイ、1978年1984年の選抜大会では優勝を果たしている。中学男子バスケットボール部は全国中学校バスケットボール大会にて1999年2009年優勝し2007年 2008年準優勝している。家庭科部、音楽部、美術部、演劇部、英語部、理科部、稼働部、作動部、文芸報道部、演芸部。ありがとうございます。